どうでしょうか。あとはこれで終わりか。あとまだありますね、一目はね。そうだね、うん、左側にあるね、左辺。そうですね。なんで僕出なかったの。あ、先手一目ですね、これ白からね。うん、うん、多分打つの忘れたんだと思う。あ、そこは聞いてない。聞いてない。聞かないでしょ。あれ、でもこれひなんか怪しいけど大丈夫なんですか。下辺は取れてるんですか。下がりもコスミも隅に受けてて問題ないから、まあ聞かない。結局そこ打てたんだね。ああ、そうですね。なんかすごい下辺このまんまで本当に死んでるのっていうなんか不安がありますけど。そう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 、大丈夫で終わりかな。うん、終わりですか。うん、さあどうですか。いや、もう全然もう喋り倒してて計算なんかもできるわけないっていう感じですなんかまあでも取って取られてたから、そう、まあなんとなくね、なんかその手の、うん、細かいかな、手のひら計算だと細かそうだよね。そう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 、うん、右下結構でかいもんね。そうですね、だから上辺と右辺があるから、はい、そうそう、ちょっとね、その2子取られたところが黒ちょっと痛かったなって気はするんですけど、 うん、いいんですかね。うん、まずね、この取ってる自分が取れた石をまず外して、そこから埋める。はい、これどんどん計算しないとね、相手がね、そうすぐ計算できちゃうから、負けずにね早く計算したいですよね。これね、相手が作り終わってると焦るよね、うん、そう、なんかいつまでも計算できないとなんか嫌じゃないですか。まあ、まだですか、うん、みたいな、こうまだなのみたいなね、はい、な、もうなるべくね早くねっていう癖をつけていくと、うん、だんだん早くなってくる。そうね、まあ、あとはこのよくできる形っていうのをね、この 4×3 で12で2個入れると10だよっていう、ね、うん、これ一番ね、そうそう、メジャーなやつですよね、うん、なるべく大きい字を作るっていうね。そうですね、そう、20作れるのになんか10を2つ作っちゃうとか、うん、それと遅くなっちゃう、うん、黒字は何目ですか。60ぐらいある。60ですか。右下30、30、40、50、60目ちょうどですか、うん、今のところこう10、20、30とできてるから、ああ、めちゃくちゃ細かい。何、何、揚げ浜あるの。揚げ浜もうないんじゃない。ある。え、これ何、何本今これ分かんない。 1、2、3、4何本ってああ、10にする。そこそこ20でも1本足りない。これだね。ああ、なんかこれで20。お、お、ってことは59、59、60、一目、黒一目勝ち。ああ、一目、まあ3級認定しますかね。3級、お、認定。うん、まあちゃんと打てたんじゃないかな。左辺もしっかり取れたし、三女3級、うん。